では早速、報告会を始めさせていただければとたちので、は皆さん、改めましてお集まりいただきありがとうございます。今回は3月の1日から3日まで行った CCC のファイナリストの台湾渡航の活動報告会をさせていただければと思います。 最初に私の方から今回のこの渡航の概要を説明させていただいてその後実際に今日参加者の10名の皆さん来ていただいているので皆さんがどういうことを学んできたかっていうのを発表していただいて今回10人分の発表があるのでかなり時間が使ってしまうというのもあるので毎回質問をするとていうよりかは最後にまとめて質問タイムを取りたいなと思っております。 ではまず最初に概要なんですけれども、今回参加者として誰が実際に台湾に行ったかっていうと、2022年と2023年に行われた CivicTech チャレンジカップ Under22 ですね、に参加したファイナリストの皆さん、5チーム10名とスタッフ5名で行きました。この CivicTech チャレンジカップっていうのは、Code for Japan が主催している学生向けのプロトタイプ開発コンテストで3ヶ月間の開発をしていただくプロジェクトになっております。 でと内容としては、g a v 0 j o h n s ン n という台湾のです、が運営する <laughs>、えっと、学生向けのシビックテクックプロチコンテスト、スクール01ってこれで呼ぶんですけど、このスクール01の最終審査会と、えっと、ジョンソンハッカソンですね、イベントが同時にちょうど行われるということだったので、そこにエキシビション発表として学生が英語でプレゼン発表している する機会をいたただくことができましたでその後もいろいろ交流の時間とかもあったので内容の詳細はまた後ほどお伝,えお伝えできればと思います。ではここで出てきたこの g ブ v 0 j o l s o n とあと School01 というようなところも改めて説明できればと思うんですけどこちらちょっと読み方が特殊なんですけどあこ,っちです、ね、これで Gav0JOLSON と読みます。でこちらはです、ね、台湾の最大のシビックテックコミュニティ g ブ v 0 のプロジェクトチームの一つとなっておりますでこのガブゼロジョ s ソン主な活動としては2ヶ月に1回ですね、対面のハッカソンイベントの運営をされていて、参加者だいたい毎回100名くらいが来るかなり大きなイベントとなっております。でそれとこのスクールゼロワンというのも運営をしております。でじゃあこのスクールゼロワンとはという,ようなところでいうと、学校とか教育に関するプロジェクトの運営をしていて、で今年がですね、この CCC と似たような形で学生向けの プロトトタイプ開発コンテストを行っておりますまた、このスクール01のプロジェクトの中にはコンテストのみならず、他にもオンライン授業ですね、こういう IT 系のオンライン授業のコンテンツの無料配布だったりとか、先生向けのレクチャーも行っております。 実際にこの3日間、どういうコンテンツであのがあったかっていうところの詳しいところを説明できればと思うんですけど、まず皆さん着いた初日ですね、1日目はこの NPO ハブのツアーってことで、とガブル・ジョンソンのオフィスがですね、この NPO ハブっていう、えっと、ビルディングの中に入ってるんですけど、この建物がですね、いろんな NPO の団体さんが集まっている。 ビルになっていて、ここのビルの担当者の方から、まずこの NPO ハブとはというようなところの説明を受けてで、実際にこの建物の中をくるくる回りながらツアーをしていただきましたで。2日目がメインイベントとなる英語でプレゼンの発表ということで、こちらの、えっと v ブゼロジョンソンのハッカソンの、えー、イベントの中に入っているんですけど、そのハッカソンのオープニングが終わった後ですねに皆さんに、えっと、プレゼン発表をしていただきました。 で皆さんのプレゼント発表の後にはこのスクールローの最終審査会の発表があったのでそれを UD トークという字幕アプリを使いながらと学生の、えー、が台湾の学生が中国語で発表しているところを字幕見ながら皆さんで一緒に視聴するというようなところだったりとかあとはこのえっ、ー、と このルームの横の部屋でガブドル・ジョンソンのハカソンイベントが行われていたので,で、そのガブドル・ジョンソンのハカソンイベントにはどういうプロジェクトが来ているのかなみたいなところをと担当者の方にお願いしツアーをしていただきました。で、この日の夜には交流ディナーということで、と学生の皆さんと、あとは台湾の学生の皆さんと一緒にですね、みなで混ざってのディナーをしました。 で3日目はですね、ガブドル・ジョンソンのメンバーによる台北シティツアーというのをやっていただいて、それぞれグループに分かれて行きたいところとかにも分かれたんですけど、市内をくるくる回るようなツアーをしていただいて、で最後、交流ランチということで、部屋をですね、また借りて、えっと、みんなでランチをして、バイバイというような形で、かなり盛り盛りだくさんな3日間と <laughs> なりました。 実,は実際にです、ね、学生がどういうことを学んできたのかっていうのをこれからですね学生の皆さんに1人5分くらいで発表をしていただきたいなと思うので今から画面共有を順番に渡していければと思います。まず最初、久原さんお願いしてもいいですかはい。はい。えっと、画面を。これで。はい、見てます。見てます。えっと、 じゃあ始めます。はい。はい、台湾とこにの、え、来事ほ話したいと思います。まず CCC 後の進捗なんですけど、やっぱり、あの、作った、その中の一つ一つ、ゴミ箱に作ったら、コストがかかるということで、コストダウンを目的に、先ほど変更しました。あの、シールの画像のやつですね。ということと、あと、目標が、えー、 まあ、日本との違いを見つけるということとコミュニケーションを取りまくるということで日本との違いを見つけるということなんですけどこれは単純に、えー、その海外に来たんだなということを実感するために、えー、探しました例えばこの街路樹とか,なんかすごい幻想的ですし夜市とかも毎日お祭りやってるみたいで、えー、ああなんか海外に来たんだなっていうのを実感しましたあとコミュニケーションですけど これは皆さんともいっぱいしゃべることもできましたし、やっぱり思いつくのは交流会の時き、まあ、脳みそフル回転させて、アニメとかの話とかもできて、まあ、楽しかったんですけど、やっぱり英語の勉強もしないといけないなと思いました。あと、えー、3日目、えー、解散した後にラーメン屋に行ったんですけど、そこでは英語が通じなかったんですね。でも 注文方法が独特で、なんかお皿にクリップ挟んで注文するみたいな方法で、その方法とデガートークを買いまって、まあ、なんとかやりきれました。あと印象に残ったことですね、えー。プレゼンの練習が大変だったっていうのもそうなんですけど、まあ、すごくちょっと緊張とか心配とかしてたんですけど、まあ、発表してほっ、まあ、としたっていうのもそうですし、あと他の方々の発表。 正直、内容を聞き取れなかったりもしたんですけど、とてもユーモアがあって、印象的でした。あと、またラーメン屋なんですけど、えー、その店にいた女の子がいたんですけど、その子が隣,を指隣の席指さして何か言ってたんですよ。それが何なんだろうなって、その時はわかんなかったんですけど、後でなんかラーメン来て、箸がないことに気づいて、隣見ると橋立てが置いてあってってので、その子がお箸を。 のことをなんか自ら教えてててててくれてたっっっちょっと感動して記憶に残ってますそれ,でそれでこの経験を活かしてまあ海外行ってもなんとかなるっていうことを実,実際に体験できたので自信がついたのでもっといろんなことに挑戦してみようと思いましたしでもやっぱり一番思ったのが英語ですねは。話せたって言っても,もうほとんど伝わってるのかどうか分かんないってああいうふうな情報を。 今日だったしあと聞き取ることもなかなか難しかったのでやっぱりとにかく英語この思いをもとに勉強していこうと思います以上ですありがとうございますいはいちょっとそしたら発表を一旦どんどん進めていければと思うので続いてあえー、春人さん鶴村春人さんお願いします はいえっと、うん、これ見えますでしょうか今はい大丈夫です、はい、お願いしますまあ、最終審査会が終わってから台湾渡航までの間に僕たちの進捗また僕がそのチームに貢献してきたことはあのー、主に4つありまして1つ目がイベントでの登壇 <laughs> 2つ目が それに基づくヒアリングで3つ目がネットワーキング構築4つ目がプロトタイプのレベル上げが上げれるかなと思います1つ目の、あのー、イベントでの登壇というところで今までに参加したイベントが、まあ、去年の12月9日には、えー、スカイランドベンチャーズさんが主催する荒波で今年の1月13日には全国的にイベントが開催されている夢叶えるプロジェクトに、えー、出場しました で、その中でも、あのー、荒波の方では、総合優秀賞やえビジネス賞、スカイラーのベンチャーズ賞を <laughs> いただくことができました。いい、結構、あのー、年の締めになったんじゃないかなと思います。で、<laughs> 2つ目のヒアリングっていうところなんですが、このイベントとかでもすごい必須なやった要素がありまして、でまあ、僕たちのターゲット、そうまあ、ペルソナとする子どもに対する、まあ、ヒアリングの繰り返しだったりとか、その親御さんに対する、まあ、ヒアリングのインタビュー、アンケートの繰り返しというところで、まあ、分かってきたこと、主に方向性を決めつける、あめる <laughs> 要となってきた、まあ、意見っていうところで、えーまあ、子どもってあの教育へのきょ嗅覚がすごい。 あの咲いているみたいな感じで咲いているみたいな感じでおっしゃっていたり、まあ、簡単に子どものことを知れるようなシステムがあればいいかもみたいな感じで、あのー、親も、あのー、参戦していくようなシステムがあればいいんじゃないかなというふうなところをフィードバックいただいたので、えー、こういう方向性で今現在進めております、うん、で3つ目のネットワーキング構築というところはあのー、すごいありがたいことにさまざ、あ、まな方々団体さんから、えー、うん まあ協力していただけるような旨をいただいてたりえしております。で四つ目のプロトタイプのレベル上げっていうところなんですが、まあ主に僕たちがあの最終審査会後から <laughs> え進めていったっていうところはえー、まあログイン機能の拡充というところとまあ物語作成機能 っていうところはまあ UIUX の点で結構いろいろ変更していったっていうところとまあ子どもたちがプロトタイピングにおいてえその自分で作った物語を共有できるように物語保存機能というところを拡充して今あのプロトタイプに臨んでいるっていうふうな段階にあります。まあこういう感じで <laughs> えっと絵本のように流れていくっていうふうな UIUX になっておりまして 今回、このプロトタイプを用いて、えー、3月、今月には京都、滋賀での,あのフェスでのプロトタイピングや、えー、4月では大阪と京都の幼稚園さんにプロトタイピングできる <laughs> 予定をいただくことができております。で、今回、あの台湾渡航の目的というところで、まあ、主に3つ、えー、目的を、目標を掲げてまして <laughs>、1つ目がまずアパパネを知ってもらうというところ。 2つ目が英語での交流。で、3つ目が海外のノリをつかみ行く。ちょっと似てるんですけど、まあ、この3つを掲げて、えー、挑戦しました。うん、で、1つ目の、まあ、アパバネ知ってもらうっていうところなんですが、やっぱ知ってもらうことで、あのー、ネットワーキングコーチ、まあ、ご縁をいただくようなそのきっかけになるっていうところと、あと、その <laughs> 知ってもらうことで、いろんな人からこう、ツタで渡っていって、雪だるまの効果がすごい期待できるなって思うところがあります。 すみません、ちょっと。なんか、電話が。すいません、途切れました。えー、っとえっ、効果が期待できます。で英語で、ね、の交流っていうところですね。うん ここはまあ主に2つ理由がありまして僕らの,あのアパパネのグロース先として、まあ、海外展開に向けての,あの英語での交流を鳴らしておくっていうところと、まあ、普通にあとはビジネスマンとしてビジネス英語の慣れを、まあ、まあビジネス英語の入り口みたいな感じで、えー、<laughs> 触れることができたらなっていうふうに思ってて、えー、こういうふうにしております。 海外のノリをつかみに行くっていうところは、やっぱり、あのー、ポリクラが海外進出して、えー、向こうでの PMF を失敗したみたいな感じにならないように、文化への理解、僕たちが、その、そちらの海外の文化への理解を促す入り口にするためっていうところと、まあ、海外展開への,の PMF の種目っていうふうな、えー、ところを掲げてます、出ました <laughs>、まあ。この3つは、もうほんまに全部達成できたかなって思ってます。 で今回あの刺激を受けたところっていうところはまあこれも3つありまして1つ目が現地の,あの方の親切さっていうところと2つ目が社会課題解決の規模っていうところで3つ目がエンジニアの多さっていうところに、まあ、刺激を受けました、うん、これあの僕正直日本まあ台湾に渡航する前は日本の方が親切やろうってちょっと思ってたんですけど、まあ、そ全然そんなことなくてもう なんか僕、一回、あの後、四日目、お土産をコンビニ忘れたんですね。で、まあ、それを次の日取りに行ったら、うわ、よかったみたいな感じで言ってくれて、もう、こんな人おるんやみたいな感じになったで、もほんまに、すごい台湾が好きになりました。もう、唯一怖かったのが、ルーローファンの、あの、おばちゃんの店員さんだけです。ちょっと怖かったです。で、この二つ目の社会課題解決の規模っていうところ、 いろいろガブゼロの、まあ、発表の途中、合間でいろいろ回ったじゃないですか。その中でも僕が印象を受けたっていう、まあのが <laughs> まあ海底ケーブル、まあ、中国から守るみたいな感じの,あの管理ソフトですね。やばいなと思って、こんな社会規模の <laughs> 社会解決、社会課題解決の規模をもうほんまにじ 学校しているガブゼ0の人たちってすごいなんかもう言葉で表せへんような、えー、規模にもう立ち位置にいるなっていうふうに感じました。うん、で3つ目のエンジニア多さっていうところですね。うん、これ現地の人と話してて分かったことなんですが、あのー、やっぱり日本のエンジニアって結構平均年収ぐらいじゃないですか。うん、平均年収ぐらいなんですけど もうほんまに台湾の現地の人たちの年収はめちゃくちゃ高いみたいな感じで、でだからこそみんな切磋琢磨して、えー、まあエンジニアが日本より全然大量にいるみたいな感じであの割合が大きいみたいな感じで言い張ってたんで、わこの環境いいなっていうふうに思いました。<laughs> で今後生かしていくこと もうこれ3つありまして、1つ目が英語を話す機会を作るっていうところ、2つ目が技術のレベルを上げていくっていうところ、3つ目がネットワーキング構築っていうところ、で、まあ、英語の話す機会を作るっていうところでは、もう早速、あれから毎日のようにスティブ・ジョブズの,あのスピーチ聞いて、リスニング <laughs>、シャドウイング頑張ってます。で、技術のレベルを上げていくっていうところでは、あのまあ、もちろん毎日学習実践っていうところ、で、 しっかりと、えー、台湾の方、現地の方たちの、えー、インスピレーションを受けたところを。どんどん、もうほんまに、劣等感持ってる人が一番強いって思っているんで。しっかり、努力して、補っていこうと思っております。で、ネットワーキング構築っていうところでは、もう、引き続き頑張って続けていこうと。思います。以上です。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございます。はい。いろいろコメントとかも、あるかと思いますが。が一旦、次に。 すません進ましていただくと続いて、らさんお願いします。はい。はい、えー、っと。はい、見えてますかはい、大丈夫です。お願いします。はい。えー、っと。 台湾渡航までの進捗としては、まあ、荒波に参加しました。まあ、技術サイドの自分にできることはあんまりなかったんですけど、まあ、紹介性的なノリのコンテストだったんで、まあ、僕の紹介で参加できるので貢献ということにします。はい。もう一つはプロットタイプです。Firebase の、Firebase にバックエンドデプロイして、SS でこう作成したんですけど、OpenAI のモジュールがなんか使えなかったんで、で する清き,き API の地方だきで作成しました。まあ、これは今後 Python とかでまあリファクタしていきたいと思っています。えー、あとはネットワーキングの構築です。プロゲートの懇親会以外にもいくつか他にも参加したんですけど、まあ、そこでいろんなエンジニアの方とか起業された方とかと出会っていろんなお話聞けてよかったかなというふうに思いました。えー、で、都合に対する目標としてはやっぱり英語、 こうい頑張りたいなっと思ったんですけど、こう、ボキャブラリーがあんまりなかったんで、こう、聞き取れない、聞き取ったとしても、その、何言ってるのかよくわかんないみたいなことが多かったんで、今後はもうちょい単語を重点的にやって、こう、文、文というか、その単語単語の意味から、こう、文を推,あのこう推論できるようにしたいなと思いました。あと、美味しい食べ物がいっぱい食べれたんで、それも目標の一つだったんでよかった。 かなというふうに思います。えー、印象に残っていることとしては、まあ、国防に関して、こう国防に結構意識が向いているように感じました。えー、まあ、その、アッカソンでのそのプロダクトとして海底ケーブルに関するやつがあったりとか、地下鉄の入り口に、入り口にフォークみたいな感じの張り紙が貼ってあったりとかして、こう、日本とはま、ちょっと違うような印象をかなり受けました。 で、英語が意外と通じるみたいなのが感じたので、ちょっと調べてみたんですけど、高いのは結構台北だけで、台北とか、そこらだけんで、あの、他のところは結構低いみたいな感じに出たので、こう、意外とやはり首都は高めになるのかなというふうな感じでした。他のところ行くと意外と通じないかもっていうので、まあ、英語だけじゃなくて、まあ、中国もちょっと勉強して、もう一回行ってみたいなというふうに思いました。 で、まあイージーカードがめちゃくちゃすごいなというふうに感じて、こう、これはちょっと公式のサイトからちょっちょっと撮っていただきやすいんですけど、いろんなサービスで使えるっていうのがめちゃくちゃすごいなというふうに思いました。日本ではスイカとかあるんですけど、スイカ四国とかじゃ使えないんで、結構、統一されてるのが羨ましいっていうふうに感じてました。で、なんか原付きめちゃくちゃ多かったなというふうに思いました。で、なんかその、こう、 横断歩道の前に普通だったら車がこう2台止まるようになると思うんですけど、片方だけ原付用スペースみたいな感じで、ここに、めっちゃこれ画質悪いんですけど、止まれるようになってたりとか、それなぜか横断歩道を越えた先に原付が止まれる場所があったりとかっていう感じで、原付に重きを置いた交通ルールがあってあ、面白いなというふうに感じました。でこの渡航の経験をどう活かしていくかっていうのは、今回一人で海外に あの、帰りが一人だったので、こう、あれ、これどうするんだろうみたいなところを頑張って、マップとか翻訳して、人に聞いたりして、こう、クリアできたので、それで自信がついたので、一人で海外に行けるんじゃないかみたいな感じに、これをまた活かして、人でどっかに行ってみたいなって思います。で、あと、英語での発表。これも、今までなんか日本でなんちゃって英語での発表みたいなのがよくあったんですけど、実際、こう、 海外の人に向けての発表は初めてだったんで、意外となんとかなるかなと思いました。まあ、今回は鑑定見ながらだったんですけど、今後は、今後あるとしたら、鑑定では見ずに、こう、言えるようにしたいなと思いました。はい、ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。はい、ですね。はい、では、続いて、ありささん、お願いします。はい、お願いします。お願いします。 えっとはい、えー、台湾のところを振り返りということで私は、えっと、3月2日から参加させていただいたので、えっと、1日目のハブを除いて、えっと、イベントの、えっと、ことがメインになってしまったのですが、えっとまあ、5分間お付き合いいただければなと思います。えっと ね、CCC 中は主にその小学生とか小学生の保護者を対象に作っていたセーフナビというアプリだったのですが、えっと、CCC が終わった後、えっとまあ、とりあえず次の目標というかその2人、えっとまあ、チーム全体として開発していきたいねみたいな、えっと、思いはなんとなくあったのでとりあえずまあ次のゴールとしてテクノベーションガールズというのにさ参加させて、えっと、いただきまして ターゲットをあのちょっと工夫すれば女性用みたいな全般にこう広げれるんじゃないかなということでいろいろあのインタビューだとか開発だとかを進めていました特に私が担当したのが、えっと、ターゲット層へのインタビューとあと道案内のアルゴリズムの改装でインタビューに関しては、えっと、自分の学校の先生とか、まあ、先輩とか都市部でよく一、えっと、人で 電車とかを使って移動することがある方たちにあのどんな感じですかって言ってお話を聞いたりとか、えっと、CCCU でいただいた奨学金と,と私のん奨学金じゃね何ていうんですか10万円と<笑><笑>私の学校で私がいただいたプロジェクト用の奨学金をとまあ活用してあの有料 API を使えばこういい感じになるんじゃないかということでいろいろマップボックスという API を使って実験してしたりしました。 台湾渡航を通しての目標は主にアプリをどうにかしてブラッシュアップしたりとか、まあ、改善するような何かいい案が見つかればいいなというのと、えっとまあ、台湾の方々と交流する機会があんまりないので、まあえっと、その方々だったりとかあの私が日本にいることも少ないのであの同じく参加者の皆さんとかと交流できたらいいなと思っていましたと結果から言うと両方できたかなと思っていて えっと、特にその台湾の参加者の方々との交流を通してアプリをブラッシュアップするみたいな一石二鳥というシーンがすごく多くて、えっと、嬉しかったです。えっとこれは例えば、えっと、オープンデータの,あの政府の関係の人、あのジョソンのハッカソンに参加されていたあの方なんですが、その方にあのちょうどデータマップのお話についてお伺いしたかったので、 こういうデータが取りたくて、でもそういうのがなくて困ってるんやけど、なんかどうにかなりませんかみたいな感じでお話をお伺いして、えっとまあ、台湾国内で公開されてるデータとか、日本でももしかしたらそういう非公開のデータを、えっと、得ることができるかもみたいなお話をお伺いできて、えっと、これはあの、えっと、1日の終わりの成果発表みたいな。 あのハッカソンの時にスライドにもちょっと載っけていただけたりしてすごい、えっと、有益なイベントだったなと思います。えっとで、まあ、他にもあのコーファクツっていうなんか、えっと、いろんなものの真偽を確認する、えっと、コミュニティを運営されている方にすごいえっと なんか毎週300件以上なんかあのいろいろやり取りがあるみたいなお話を聞いてどうやってそのコミュニティ作りをされたんですかっていうのを聞いたりとか,となんか話しかけてきてくださった方があの道案内のアルゴリズムに関してあの私では思いつかなかったことを提案してくださったりとかしてとすごいいろんなお話が来てて聞けてありがたかったです。とまあ、全体の台湾の振り返りで言うと なんか今までその台湾のなんていうんですか民主主義的なあのなんか進んでるなんか中国とめっちゃ喧嘩してるなんかテクノロジーの国っていうふんわりとした認識しかなかったんですがなんかいろいろ余市を歩いてみたりなんか駅を使ってあの電車で移動してみたりしてなんかすごいめっちゃ先進的なテクノロジー満載の部分となんか発展途上じゃないけどそのなんていうんですか よく見られる余市だったりとかあのっていう風景がすごい混在してて台湾ならではというかあんまり日本だと見ない光景だなと思ったりしましたあとえっとやられてる何て言うんですかプロジェクトとかもすごいその台湾由来のもの台湾ならではというか例えばこのコーファクツとかはもともとその中国からの えっと、政治的なそのプロパガンダに対して対抗するためにこれを始められたっていうことだったりとか特に AI をすぐに始めたのもその中国からのモデルが来たらあのなんてうんですかフェイクの情報をすごい入れや,入れやすくなってしまうからそれに対抗するために始めたみたいなすごいその、えっと、政治事情というか政治事情がすごいプロジェクトの発足とか、まあ、チームの まあ原動力になるっていうのは日本ではなかなかないことだと思うのでとすごくといいなんか認知するものとしてすごい新しくてよかったです。今後はまあ引き続きアプリの開発をしたりだとか最近はハッカソン前に参加してたハッカソンとかに全然行かなくなってしまったので、まあ、オンラインでもいいからまたえっと参加してみたりしたいなと思ったのとあと。 非英語圏のメンバーで英語のプレゼンを準備するっていうのがなかなかと個人的にない体験で、えっと、何ていうんですか、先に日本語で全て作ってしまってからあの、英語を話せるメンバーでどんどん翻訳していくっていうのが案外うまくいったので、これからも、まあ、英語のプレゼンを準備する方法とかを模索していきたいなと思いました。最後までお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます。私ジョンソンのメンバーに。 積極的にコミュニケーションを取り入っていて、とても素敵です。ありがとうございます。では、続いて、サトルさん、井上サトルさんですね、お願いします。はい、お願いします。お願いしますお。あ、少々お待ちください。はい、全然大丈夫です。 はい、大丈夫です。お願いします。はい、ではお願いします。えっ、ー、と、まず最初から、えー、とお話しさせていただきます。CCC が終わってからとここまでの期間の間で、えっとまあ、私はちょっと就職活動に専念して,たあの専念していたってこともあって、チーム内であの稼働できたことはあ,のあまりなかったんですけど、主にあの実際にサービスとして成り立つようなあの製品を作り上げるために、現在のプロトタイプに足りてない部分の,、えー、あの機能、 機能面の洗い出しだったりだとか、うん、そのタスクの分割などを行っておりました。また、あの別のサミットにあの参加する予定がありましたので、その、えー、ビジネス的な路線でそのどこにアプローチしていくとか、あのあのそのサービスを展開するにあたっての情報の調査というところに力をフォーカスしていました。なので、開発に直接関わるようなあの進捗はあまり出すことができなかったんですが、それ以外の調査面でチームに貢献できたかなと思っています。 またとシビックテックガブテックの、えー、アドベンドカレンダーにて CCC へ参加したことの記事の執筆を行ったりなどしておりました、えー。台湾渡航に参加する前の目標なんですけどやはりあのまず自分の英語力に自信がなかったのでその現地の学生の方たちとしっかりあのコミュニケーションを取るためにあの自身の英語力はあのもちろん使いつつ翻訳のアプリとかを使ってあのしっかりとコミュニケーションをとりたいなっていうことを。 意気込んでいました、また2日目の晩のリナの際とかであの前に座ってる方と喋らせていただいたと思うんですけどその時はやっぱり翻訳のアプリに結構頼りながらコミュニケーションをとっていたりだとかその日本と台湾の違いみたいなことあのもちろんアニメとかの話もしましたしそのコミュニケーションを結構。 その日本の写真を見せたりだとか台湾の写真を見せてくださったりだとかしてその写真のコミュニケーションってことが多くなってしまったんですけどあのそういった雑談は結構取ることができたので良かったなと思います。またでもその方法ではやっぱり会話のテンポがどうしても遅くなってしまってあの食事もしながらってこともあったのでそのガブテックの話題ってところまではあの直接自分で聞くことができなかったのでちょっとそこだけ悔しかったなと思います。 次にえ、特に印象に残っているところなんですけどあのスライドを投影しながら発表されていたスクール01の方々の発表内容はやっぱり UD トークを介していたのであの完全に内容を把握することができなかったんですけどその会場内のこの写真の,あの回っている時。 などはあのだ、お互いさんがあの翻訳をしてくださったりだとか、その発表してくださっている方の,その実際の画面、パソコンで実際の画面を見せてくださっていたりということもあって、内容を詳しくあの理解することができてあの、非常に面白かったですし、そこでさらにあの印象に残っていたのが、そ,のそれぞれの方のプロダクトに対する熱意とその実行力の高さだったりだとかゃ、さっきあのちらっと他の方もおっしゃってたと思うんですけど、技術力の高さに結構驚きを、驚きました。 えっと、そうですね、やっぱりそのコミュ、あのー、中国語であったりだとか英語は直接僕はあの理解することはなかなか難しかったんですけど、そのイントネーションとか喋り方とか表情とかでその熱意、熱い思いを持って取り組んでこられているんだなというところはかなり伝わってきて、やっぱり中には5年以上継続して取り組まれている方もいらっしゃったりして、その熱量の高さに驚きました。で最後に あのこの経験をどう生かすかってことなんですけど、えー、ガブテックというそのシビックテックとは少しあの違った視点でのとても興味深いプロダクトの内容を聞くことができてその国や環境が違えどでも誰かのためにものづくりをしている何か目的があってあのものづくりをしている点はやっぱり同じなんだなってことを再認識することができたと思っています普段、ね、あの自分結構技術的なことに意識が向きすぎてその誰に向かって作っているのか あの誰に向かってサービスを作ってるのかとかっていうのがおろ,くあのおろそかになりそうな時があ,のあるのかなと思ったのであのそういった時に今回のどこでの経験を生かしてあの思い出したいなと思っていますまた、えっと、自分は初の海外だったのでその日本とは違った全くの違う街並みであったりとか文化が,があの面白かったなと思います自分はあの今まで結構英語に全く 興味がないというか、そのあまり関わるあの生活をしてこなかったんですけど、あのちょっとこの今回をきっかけに、英語を少しずつ勉強して、また海外に行ってみたいなというふうに思うあのきっかけになりました。はい。そうですね。もう最後に、いろんな充実した経験があって、この3日間の機会をくださって、本当に感謝しています。ありがとうございます。では、以上で,で、ね、終わります。 ありがとうございます。素晴らしい。この最初の原点に戻る、誰のために作ってるのかなっていうのを戻るっていうの、すごく大事かなと思います。ありがとうございます。では、続いて、バスーさんですね。今。はい,はい、はい。はい、お願いします。 台湾のところで、まあ、CCC の後でどこまでにしたことは、まあ、トラカムのパワーアップですね。今まで1つのマシーンに1つのゴミ箱が載せるのをでしたですけどあのそれじゃああまりにもお金とかがかかりすぎるということで、えー、っと1つの 機械が一つのゴミ箱を牽引して引っ張るように、えっ、ー、と、改造したりして、えー、トラッカムをパワーアップさせました。で、台湾渡航の、えー、目標なんですけども、えぇ、まぁ、初めて海外に行くにあたって、まあ日本語が通じないから、まあ 英語が伝わるか不安だったんですけど、まあ、なので、英語が、じゃ英語でコミュニケーションを、えー、取れることを、えー、目標にして、あの、ガブゼロの方とかと、えー、と、英語で、えっ、ー、と、コミュニケーションを取れるようにと、えー、目標にして頑張りました。あ、 あ、これ印象,で印象に残ったことは、えー、印象に残ったことは、ガブゼロの方と話したときに、まあ、意外と話があったりとかしてて、まあ、話せます。で、えっ、ー、とかル時、えー、ルーローンのときに、ルーローンのおばちゃんに中国語で、 え、怒られたのが、えー、結構印象に残っています。そしそしてあ、バイクも結構多く、えっと、すごいなと思います、うんあ。バイク、で、バイクがなんか、日本だと、や台湾だとなんか、 移動用だったっけかなんええー、まあ、あとは、バスの運転がかなり荒かったりしてて、結構乗り心地もあるのが結構一緒に残ってました。まあでも、えー、あの、ガブゼロの方とお話ししてて、えー、話が通じたとき、 は嬉しかったです。はい。そまあトイレの紙ですね。し、あとは、な日本、うんで。この台湾の経験を生かしてますと、英語がかなり重要だと感じました。 あの、今までは日本語が通じるんで、もし困ったら、えー、日本語で伝えりゃよかったんですけど、えー、初めて日本語が伝わらないところに行ったので、えーえー、言いたいことがあっても、単語が出てこなくて、えー、伝えることができないことが結構あったので、えー、と単語を え、もっと勉強するのを目標にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。あはい、じゃ、あ続いて、えっと、動画の発表の前に、もし、国本さん、あの、今、発表できたら、先に、国本さんの発表を。聞いてから、動画でもいいかなと思うんですが、今、大丈夫、そうですかね。先に動画の方がいいかな。 発表できます。あ,ますありがとうございます。じゃあ、国本さん、お願いします。今、スライドを共有できてますかはい、大丈夫です。完璧です。はい、お願いします。 では、台湾渡航を終えて土台しまして、リバーポッターの国元が発表させていただきます。よろしくお願いします。えー、まず、はじめに、えー、CCC 終了から台湾渡航までに取り組んだことです。えー、CCC 終了後に、これからも CCC で発表した授業内容で開発していきたいというメンバーの思いがあったので、汚線起業家サミット出場を目標として、えー、開発や経営、 アプリの開発を継続することに決めました。そしてそれに伴って、事業内容やアプリの設計などをさらに深め、フラッシュアップを行ってきました。私が具体的に貢献したのは、バス車内の混雑状況などの実現したいアイデアやサービスに対して、技術的にどのようにすれば実現可能かを考えて、意見を出してメンバーの考えをまとめることです。 また、アプリ開発に関しては、ナビタイム API の導入を決めました。これまでは、バス1社1社に対して、バス停の位置や時刻表などをカスタマイズする必要がありましたが、今後はナビタイム API を用いることで、全国のバス会社の情報を一括で取得して、開発を効率化させていきたいと考えています。 次に台湾渡航に向けた目標についてです。まず私たちは英語での発表の経験があまりなかったのでサービス内容を英語で分かりやすく伝えることを目標にしました。この目標を達成するために定期的にオンラインで集まりメンバー同士で発表を聞きながら発表内容が伝わりやすくなるように発音や発表スピードなどの練習やスライドの改善などを行いました。 台湾での発表後の交流会で発表内容についていくつかのコメントや質問などがありました。そこで話している中で、結果的に発表がしっかりと伝わっていたことが確認できたので、目標を達成することができました。また、台湾の文化やエンジニアコミュニティについて学ぶことも目標にしていました。ツアーや交流会で お話を聞く中で、台湾の様々な地面について学ぶことができましたと。台湾で特に印象的だと感じたことは、エンジニアコミュニティのレベルの高さです。エンジニア業界を政府や民間、個人、様々なコミュニティが一体となって盛り上げていき、社会をより良くしていこうという共通の思いを強く感じました。 日本でもデジタル庁が発足した、発足して官民一体となってデジタル化を推進していこうという動きがあると思いますが、えー、なんかまだまだこれからだなと思っていて、こういった面で台湾は日本より考え方が先進的であって、海見,見習いたい部分だと感じました。また、GAB0 で現在進行中のプロジェクトを いくつか見学させていただいたんですけど、そこで最も印象的だなと思ったのが、海底ケーブルを通じた屋外サーバーとの通信のセキュリティや安全性確保のためのプロジェクトです。中国本土との通信で情報の制限や不当なアクセスがされていないかなどの監視を行っていると聞いて、 国家プロジェクトのようなことをしていて、非常にレベルが高いと感じて印象的でした。えっ、ー、と、さらに、えーと、僕は5年前に台湾に行ったことがあったんですが、その時と比べて物価がかなり上がっていたことに驚きました。えー、と当時は台湾は日本の半分くらいの物価でした。ですけど、今は日本と同等かそれ以上になっていて驚きました。えっ、ー、と、右の画像の 9分っていうところに5年前も行ったんですけど、同じお土産屋さんに行っ,たん行ったら価格が2倍か3倍ぐらいになってて、それが驚きました。えっと、今後に活かしていきたいことです。えっと、台湾での交流会で自分の考えを英語で積極的に伝えることが重要だと感じました。えっと、そのため、英語の勉強を、えっと、継続して行っていきたいと強く思いました。 また、えっと、ガブゼロコミュニティでは、えっと、政府と関連したプロジェクトなどが複数あって、えっと、エンジニアコミュニティが一体となって様々な課題解決にチャレンジしていました。従って、えー、日本においても身近な問題だけでなく、広い視点で様々な問題を捉えて、社会をより良くするためにはどのようにすればよいかを考えながら行動していきたいと思いました。 えっと、また、企業は、えっと、利益の追求だけでなく、社会や環境への配慮を同時に行うことが重要だと学んだので、この視点も忘れないようにしたいと思います。これで発表を終わります。この度は貴重な機会を与えてくださってありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。 はいでは、えー、台湾渡航で学んだ新たな視点というタイトルでリバーポッターの上田健氏が発表させていただきます。えー、SNS 上ではフェンという名前で活動しております。右の写真は、えー、台湾渡航の初日の夕食の際ですね、えっと、皆さんと一緒に小籠包を食べたんですが、そのせいろを重ねて撮った写真になります。 かなり重かったです。早速ですが、えー、英語で、えー、プレゼンをしました。発表内容としては、えー、CCC の最終審査会で発表した、えー、内容につ、内容をそのまま英語にして、えー、プレゼンした形になります。えー プレゼン作成段階で、日本語と英語で、その、同じ文字数であっても、えー、情報量が異なるので、発表するところしないところの取捨選択で、かなり、えー、手間を取った曲があります。g ブ v 0の方たちとの、えー、交流、ありました。 えー、台湾の,とこの2日目の、えー、夕食だったり、えー、3日目の午前中だったりで、えっと、しゃべる機会が、えー、たくさんあって、お互いの国の社会課題だったり、ド、え、コ、ー、バスその、私たちリバーポッターのプレゼンした内容についてだったり。で お互いの国の文化についてだったり、とても、えー、有意義な時間を過ごせました。この右の写真は左が僕で、えー、右が台湾のペットっていう方ですね。えー、久保地さんでも、後ろ姿が似てるって言われたんですけど、めちゃくちゃ似てますよね。で、えー、<laughs> 台湾とこう、決定の気づき。そして、まあ、日本の政治と IT って対局の位置にいないかっていうのところを、えー、強く感じました。やっぱりその政治イコール政治家の仕事っていうのが常識で,ではあると思うんですけど、ガブゼロのようにその民間人が政治への積極的参加、 っていうのをその一連のイベントを通して、あの、目の当たりにな目の当たりにして、そのやっぱ、日本でも、まあ、すでに Code for Japan がされているように、えー、日本でもその広めていかなければいけないのかなと、強く感じました。やっぱりこの、えー、発表も、まあ、推測ではあるんですけど、その Code for Japan 関連の しか見てないと思うんですけど、やっぱり Code for Japan を知らない人たちへの、えー、共有っていうのが、えー、今後もしていかなければいけないのかなと、えー、感じました。で、もう最後になるんですが、えー、CCC のコンテストで開発したロコバス。 の開発を引き続き、えー、続けていこうかなと考えております。で、次に、えー、英語の勉強ですね。やっぱり、えー、ガブセロの方たちとお話しする際に、えー、一発で、えー、聞き取れなかったり、で、自分の意見をすぐに述べることができなかったっていうのがあるので、うん えー、英語の勉強ものいずれまた国際交流の機会とかがあると思うので、えー、取り組んでいけたらなと思います。で最後に社会課題への取り組みを共有を、まあ、先ほども述べたとおり、まあ、友人だったり、まあ、家族だったりに広めていけたらなと思います。 で、まあ、この右の猫の写真あると思うんですけど。えっ、ー、と、台湾の九分っていう観光地に一泊してきまして。あ、もし台湾へ行く機会があったら、九分に。一泊することを強くお勧めします。これで私の発表終わります。ありがとうございました。こんにちは。平川春奈と申します。今から台湾渡航の振り返りの発表を行います。 よろしくお願いいたします CCCU22 では私たちのチームは防犯アプリとして子供向けの道案内アプリを開発しました対象は小学生とその保護者です CCCU22 が終わってからはテクノベーションガールズというプログラムに参加していますそこではビジネス的な視点でアドバイスがいただけるのでアプリの対象についてより深く検討しました その時に私が感じたのは小学生の行動や他の子ども向けプロジェクトを見ていて保護者が子どもに使ってもらいたくても子どもは使うことを忘れるという点です他のチームメンバーも自分たちが使うアプリが作りたい対象を広げたいと考えているためアンケートやインタビューを再度行うことによって対象を若い女性とすることにしました私が担当した部分は警察へのインタビューを行うためのアポ取りと 防犯に関するデータをいただくための講師はでした。実際に県警本部までアポを取りに行き、インタビューを行おうとしましたが。さまざまな事情でデータの提供ができないこと。インタビューも事情により難しいことがわかりました。警察の方からは、公開しているデータを自分たちで集中して、データを作成してはどうかと言われました。そういった経緯から、今回の台湾渡航では、台湾政府やガブゼロでは。 オープンデータをコロナ禍でうまく活用していたという点にとても興味を持ちオープンデータの活用方法を知ることで自分たちのアプリに活用できないかと考えました今回の渡航では私は2つの目標を立てました1つ目は自分の言葉で英語でのプレゼントを行うこと2つ目は交流会で台湾の同年代の方々がどのようなアプリを開発したり データの活用をしているのかについて話を聞いてみたいという目標です。一つ目は、以前英語でのプレゼンをしたときには文章の意味がわからないまま音を覚えて発表していたので立てた目標です。これは日本語でまず台本を作り、チームで英語が得意な人に英訳を頼んだので、自分の言葉で伝えたかどうかは微妙ですが、 音だけで覚えて話すプレゼンではなく、今回は意味を理解しながら話すことができたので、ほぼ達成できたと思います。2つ目は、中国との関係から作られたアプリが多いことが印象に残りました。中国語、英語での深いコミュニケーションを取ることが難しくて、交流会参加中には技術的な話をすることができなかったのですが、 同じチームの岡村さんが台湾のオープンデータを私たちのアプリで活用する話をしてくださり企画後に学んでもらった情報からデータが提供されている地域に限定してアプリを開発する自分たちでデータを作るというアドバイスをいただいたことが分かりました最初に県警でいただいたアドバイスと同じでデータがないのならそのデータを作成する推測するという作業が必要であり その労力とそこから得られるアプリの品質を考えて選択し選択しないといけないと思います今回の台湾渡航は初めての海外ということで不安でしたが英語でコミュニケーションを取ることを頑張りましたアプリを使って翻訳しようとしましたがアプリがうまく動作しなかったので専門的な話はできませんでしたが台湾の文化などについて様々な話をすることができました 今後はこの経験を生かし、現在開発中のアプリをより実用的なものに改良していきたいです。また、台湾でいただいたチラシやアプリのデザイン、駅や空港の看板などポップなものが多く、デザインの部分が印象に残っています。デザイン面でいい部分を今後の企画に生かしていきたいと思いました。アドバイスをいただいたデータを推測する部分に関しても、 進学先で初年度から授業で学べるようなものなのできちんと勉強してみようと思いますまた今まではいつか留学したいと考えていましたが留学するという気持ちになりましたまだ英語で円滑なコミュニケーションをとることはできないので今回の台湾渡航は英語の勉強も頑張っていこうと強く考えるきっかけとなりました このような貴重な機会をいただきありがとうございました。これで終わります。ご清聴ありがとうございました。はじめまして、今回台湾渡航に参加したゆねこです。私は情報科学を専攻している大学1年生で、現在は NPO 法人 Waffle というところでインターンをしています。CCC には2021年に参加し、ファイナリストに選抜されました。私たちのチームは性的マイノリティが 周囲にいる存在として可視化されることを目的として、位置情報を利用した SNS を開発しました。SNS を位置情報を使って開発することにより、自分の近くに物理的な距離が近い場所に、S、当事者の投稿が表示されることにより、どこかにいる遠くの誰かではなく、身近にいるその人としての LGBTQ プラスを可視化する。 とといいうことを目的にしています今回の台湾渡航で私は台湾のシビックテックプロジェクトを知ると台湾のシビックテックコミュニティや台湾がどうインクルーシブなのかを知るという目標を立てましたプロジェクトを全て紹介したいのですがそんな時間はないので今回私の興味深いなと思った4つのプロジェクトを紹介します左上のファブリックコードというのは政府が作ったソフトを 公開するように求めていき、また公開されたコードがどのようなライセンス化で公開されているのかというのをまとめているプロジェクトです。右上の初心,初心者向けのリソースの改善と書いてあるものは、Gov0 が初心者向けのリソースを公開しているのですが、それの更新が止まっていたため、それを改善していくというプロジェクトです。左下の紅白図は、偽情報に対して対抗する プロジェクトで市民がファクククトトチェェックを行ううというプロジェクトです右下の国家賠償と書いてあるプロジェクトは政府から発行されているような ID が流出したためそれを変更することを求めている活動で政府が申請をしただけでは認めてくれなかったので最終的に賠償国家賠償の裁判を行ってその変更を認めさせようという活動をしています。 今回のプロジェクトのを発表を聞く中でいろんなこいろんなプロジェクトを知れたのですが帰ってきてからもどんなプロジェクトがあるのかなっていうのを探すきっかけになったのですごいいいところになりました次は台湾がどう台湾のシビックテックコミュニティがどうインクルーシブだったかっていう話をします2日目のディナーの時に台湾の台湾がどのようにどうするか どう性婚が法制化されたか、そして日本がどういう現状なのかということについてディスカッションをすることができました。また、同じく2日目にトランスジェンダーに対する偽情,偽情報を伴ったヘイトスピーチの現状に対して台湾がどのような状況にあるかということに対しても聞くことができて、すごく面白かったです。この特稿の中で一番感じたのは社会の主体であることと、 やれるるこことととそしてでできるということです社会の主体であることっていうのはプロジェクトを動かしている人たちが自分たちがこうあってほしいこうであるべきだと思っていることに対してプロジェクトを行いそれが実際社会を変えていくんだと信じていることをすごく感じましたこの社会の中で自分がただただ受け身の存在ではなく主体的な存在として 自分の行動をしていくっていうことを本当に心から信じて活動している人たちに出会えてすごく嬉しかったです。やる、できるということに関しては私がこういうことをやった方がいいと思ってる、こういうことが必要だと思っていると話したときにあなたならできるよとかやってみなよというような声がけをされることが多くてすごく勇気をもらったというんです。ということで今回の発表の最後は私がやる、 やりたいと思っているプロジェクトを説明して終わりにします。私がやりたいと思っているのはトランスジェンダーに対する偽の情報を伴ったヘイトスピーチの対策です。現在トランスジェンダーに対するヘイトスピーチは激化していて、実際に当事者が対抗建設を築くようなこともやっていますが、それで追いつけたいくらいにヘイトスピーチが拡散されています。それを支援することができるんじゃないか。 今までの偽情報やヘイトスピーチの対策の知見などを活かせばもっといい方法で対抗できるんじゃないかということをここ数ヶ月ずっと考えていてそれをやらなきゃいけないなそしてやれるなっていうのを今回のとこを通して感じました以上で発表を終わりにしますご清聴ありがとうございましたそうですがぜひ発表を聞いての感想とかでも大丈夫ですので何かあったらお願いしたいなと思います ぜひ今回参加ししたあ関さんお願いいまますす <laughs>、はいえー、ありがとうございます感想、まあ、質問というか感想なんですけど、はい、いやその英語力皆さんが言ってたのはすごい実感しますね僕もあのまあ僕は皆さんは学生の頃ですけど僕はもう30代になってから英語で喋る機会が増えてきていや本んになんていうか 悔しいといいとうかですねね <laughs> 伝わんねえななこれみたいなもっと言いたいことあるのにみたいなところからですねあの結構スタート地点だったなと思ったのでそれをまあ本当にこんなに早くから感じてえこれから英語頑張ろうっていうモチベーションになったというのをですね聞いてて羨ましいなと正直思いましたね。でやっぱあのコンテンツがあるとその伝えたいことがあるっていうのはすごい重要だと思っていて。 やっぱ漠然と英語うまくなりたいなと思ってもならないんだけど、やっぱこ,うこれを伝えたいのになかなか伝わらないとか、そういうことがあるとですね、格段に上達するタイミングが来たなっていうのは、あの僕も記憶にあるので、ぜひちょっとこれからも頑張って、プレゼンテーションとか、えー、する機会をやっぱ作ってですね、なんか自分を追い込むと、やっぱあのやらざるを得なくなって、<laughs> でやるとまたあのみんなからフィードバックもらえる。 というところがあるので,で、やってること、皆さんやってること自体はやっぱりこう今日いろんな人に共感を,を持ってもらえるようなことだと思うので、うん、やっぱりそのすごくあの、うん、共通の課題として伝わるんじゃないかなと思うので、うん、ぜひこれからもあの台湾近いんでね、えー、遊びに行くようにしてほしいなと思いました。皆さん素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ぜひ他にも 何か感想とありましたらあ、高木さんからチャットでいただいておるいるので、ちょっと読み上げたいと思います。学生時代に海外に行っておく経験は本当に貴重な経験になると思います。文化が違うということを、ただ理解することは日本だけじゃないということが理解できるしかも海外に日本が好きな人が割といるということを分かったりすると、今後の糧になるんじゃないかなと思います。とのコメントいただきました。ありがとうございます。 はい、ぜひちょっと今回渡航に一緒にあの残していただいた次ノウさんも三沢さんからも一言いただけると嬉しいなと思うのですが、今お話はできますでしょうか。あ、はよあ、りがとうございます。お客様です。そうですね、僕も英語をやらないとなと思ったんで。 <laughs> ではありますが、あの、なんかあれですね、やっぱり結構向こうでの現地でのプレゼンの準備とかも結構しっかりしていましたし、なんかあのコミュニケーションもみんななんか積極的に話していてですね、なんかあの最後の夕食の時僕とか、久保津とか竹澤さんは別のこうテーブルでいたんですけど、やっぱ台湾のガブゼロのメンバー もう結構なんていうんですかね、その設立当初からのメンバーが僕らのテーブルにいて、やっぱこう10年やってきて、こう若い世代が出てきたっていうのはこう日本にとっても台湾にとってもすごい嬉しいよねみたいな話をしていて、10年後どうなってるのかなという話を <laughs> えっと笑っておりましたというところです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。 えっと、多分、私も2018にガブゼロのサミットに行かせてもらったんですけど、多分それがなかったらこんなにずっと Code for Japan にいなかったかもしれないし、入社してなかったかもしれないっていうぐらい、なんか大きな交流、私にとっても大きな交流だったので、なんかそういう経験を皆さんに50代とか20代とか若いうちに、あの学生同士の交流としてやっていただけたことはすごく嬉しいなと思いますし、 なんかこう、プロジェクトを別に続けるのが正義ではないと思うんですけど、なんかこう API 使って続けてますとか、こういうふうに、あの、ターゲットを広げてやってますってお話は、なんかこう CCC に関わってきてくれた他のスタッフとか、メンターの皆さんにとってすごく嬉しいことだと思うし、なんか違うプロジェクトの形になったとしても、皆さんのチャレンジをまたたまに見せてもらえるとすごく嬉しいので、なんか私たちのハッカさんだったり、ちょっと台北行って一緒に ジョンソンのイベント行ったりとかってことは、なんかこれからもまた行ったりするとすごく嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。何かぜひ他にも感想とお伝えする方がいらっしゃったら大丈夫そうですかねあ。ぜひ、そうですね、ヒロミとかも今タイに <laughs> いらっしゃるので何があれば。 お話しするのが難しいかもしれませんか大丈夫そうですかね ちょっと最後に私からも一言、あの、学生の皆さんにお伝えできればなと思うんですけど、今回この海外と台湾渡航を計画した時に、あのもちろん皆さんにこの英語が伝わったっていう、この成功体験をしてほしいなっていう思いももちろんあったんですけど、それと同じくらい伝わらなくて悔しいっていう思いもしてほしいなっていうふうに思ってました。あと、あの、関さんがおっしゃってくれたように、これ私もすごく個人的な話になっちゃうんですけど、私も一番最初の,その海外の 経験っていうのが中学2年生の時にニュージーランドに語学研修に行ったんですけどまあ伝わらないし。あの 向こうもすごいフレンドリーなのでいろいろ話しかけてくれるんですけど何言ってるか分からないっていうのがすごく悔しくて、まあ、そこから私はすごく英語に没頭していったっていうのがあるのであの今回のこの悔しいってい気持ちをすごくあの忘れないでほしいなっていうふうに思いますし、まあ、ただでも日本で暮らしてると言って英語って別になくても暮らしていけるし生きていけるっていうのはあるなとは思うんですがただこの英語ができるってことであの自分の選択肢が広がるっていうのがやっぱ一番の英語の強みだなっていうのは思うので。 ぜひあの、これを機に、え、こう、皆さんの武器にしてほしいなっていうふうに思います。あと、やっぱりこの経験することって、すごく自信につながるのかなっていうふうに、そのコアな自信につながるのかなっていうふうに思うです。私もすごくいろんな経験をして、それを乗り越えてきてから。だからこそ、あの、もう自分なら何でもできるやっていうふうな <laughs> 自信につながっているので、皆さん、今回、トルクに初めて海外っていう方が半数以上いたかなと思うんですけど。海外でも発表もできたし、いろいろ、あの。 空港に行くのとか、すごく皆さんねちゃんとあの時間にも間に合ってあの寝坊することなく皆さんちゃんと集まれたので今回この台湾に行って自分はできたんだっていうふうなことをすごく自信にもつなげてほしいなって思います。 またあとでしっかりとお伝えはするんですけど、これからも Code for Japan ではですね、の今年の夏には横浜で台湾とあの韓国の合同博ンがあったりとかっていうのがありますので、ぜひあのこれからもいろいろと Code for Japan のイベントにも参加して、皆さんの成果をまたいろいろ聞けるのをとても楽しみにしております。はい、一旦こんな感じでも時間が来てしまったので、これで終わりにしたいなと思います。皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございました。